今回はブラックフライデーでスカイパッドがとんでもなく安くなっていたので、これを機にガラスのパッドを試してもらいたいなと思い、約半年使っての長期レビュー動画を作ります。まずガラスのメリット、布との違いを話していきます。一つ目は変わることのない滑走感ですね。布の場合は使用期間が長くなるにつれて滑りが鈍化してしまいますが、ガラスのパッドに関しては半永久的に滑りが持続するということです。ソールの摩耗具合によっては多少の滑走速度の変化はありますが、決してマウスパッドの摩耗によるものではないので、ソールを張り替えることで改善します。また布の長期使用による滑走速度の変化に比べると軽微な変化です。ガラスのパッドにおける滑走感の変化はソールによるものなので、布のマウスパッドと違い、デッドスポットと言われるマウスパッド上での一部の極端な滑走速度の鈍化みたいな顕著な感覚の変化ではありません。そして沈み込みがないので、本当に一定の感覚で滑走感を保ってくれます。これらのことに加えて、湿気の多い日本において本当に恩恵を感じるのは湿気に滑りが左右されないということです。布と違い、ガラスは湿気を吸収することがないので、雨の日なんかの湿度が高い日でも気持ちのいい滑走感を維持し続けてくれます。これは個人的にとても大きいことだと思います。2つ目は汚れないです。正確には汚れが付着することはあるんですけど、こういうね、軽く布で拭き取れば取れるということですね。これが布製であれば、もちろん皮脂汚れが染みついたり、デスク上での食事などでは跳ねた汚れがつくなんてこともあると思いますので、もう絶対に NG ですよね。私自身デスク上でしか食事を取らないために、布製のマウスパッドを使っていた頃はかなり気を使ってました。なんか布製のマウスパッドをこうやって折ってこう端っこに寄せとくみたいな、よくやってましたね。ガラスに買い替えてからはむしろデスクに汚れがつかないように、マックの紙袋を置くランチョンマットの代わりになってますね。そして摩耗せず汚れないため、好きなデザインのものをずっと使い続けることができます。私はこのスカイパッドの限定デザインであるシャイニーソラをずっと使っていますが、未だに新品の頃と何ら変わらずに使い続けられています。またデスク周りにこだわっている方なら理解していただけると思うのですが、白単色のマウスパッドっていうのはね、結構扱いづらくて、使用するにつれて皮脂汚れでね、黄ばんできたりして困るんですけど、ガラスであればね、先ほど言ったように黄ばむこともないので安心です。3つ目はランニングコストが安く済むです。これですね、これ。人によって布製のマウスパッドを買い替える頻度にはかなり差があると思うんですけど、私はね、1日平均6から7時間ね、ゲームやネットサーフィンをしていて、このぐらいの頻度でマウスパッドを使っているとね、だいたい1から2ヶ月に1回は買い替えてました。つまり少なく見積もっても2ヶ月に1回は5000円の出費をしてたわけですが、これがガラスのパッドの場合はマウスソールのね、交換だけで済むので、もっと安く済みます。私の場合はね、汎用の丸型ソールを使っており、4点張りで1から2週間に1回張り替えています。今使っている X レイパッドのオブシディアンって読むのかな、は1000円で40個入りなので、1週間に1回張り替えたとしても1000円で2ヶ月半持ちます。結構ね、いろんなものを試してきたんですけど、個人的にはね、オブシディアンが一番かなと思います。こんな感じでいっぱい入ってるんで、かなりね、ランニングコストを安く抑えることができます。次はデメリットをね、話していきます。まず最初に、やはりソールの削れが圧倒的に早いということですね。布製のマウスパッドを使っている人で、マウスソールの交換っていうね、概念を知らない人はそれなりにいると思いますけど、ガラスパッドを使っている人でこの概念を知らないということは、つまりマウスが使い捨てになるということなので、みんなね、知ってると思います。ただ、先ほども言った通り、ランニングコストで見たときに布よりもはるかに安く抑えられるので、そこまで気にするところではないのかなと思います。ちなみにマウスソールを交換するときはコツがあって、ドライヤーとかで一回ソールを温めてから剥がすとね、粘着が残ることなく剥がせるんで、ぜひ試してみてください。本体には当てないように斜め当ててください。2つ目は滑走音が大きいということですね。どれくらいの音が鳴るのか分かりやすく説明すると、机の上でマウスを滑らしたときと同じくらいの音がね、します。汎用ソールなどの面積が小さいソールにすればある程度は音を抑えられますが、それでも布と比べると明らかに引きずっているという音がします。ゲームをしている時なんかはイヤホンなどで耳が塞がっていると思うので、自分は気にならないと思いますが、周囲に配慮しなければいけない環境にいるのだったらおすすめはできません。例えば兄弟と同室とか、寝室にデスクがあって、まあ妻と一緒に寝てるとか、またコンデンサーマイクなどの集音性の高いマイクを使用している場合は、マウスをね、動かす音がマイクに乗る場合がね、あります。ディスコードであればノイズキャンセリングが優秀なので、通話音声に乗ることはほとんどないと思うんですけど、配信などではね、 AI ノイズキャンセリングを使用しない、したくない場合は音が乗ってしまう可能性があることを覚えておいてください。3つ目は冷たいです。
布と違い冬などは明らかに冷え冷えになります。暖房を節約してゲームをする方は辛いかもしれませんが、私はこのガラスパッドの冷たさが特別な感じがして好きです。また実際にはガラスパッドを使うときは合わせてね、このようなアームカバーの併用も必須になってくるので、実際はそこまで冷たいと感じないと思います。4つ目は先ほども言ったアームカバーが必須であるということです。今まで布を使ってきた方は使ったことないっていう方もね多いと思いますが、ガラスパッドにおいてアームカバーはねマストです。ないと手とガラスの間が汗などで湿ってきて腕を動かすときに支障が出るので絶対に使ってください。もしくは冬であれば燃え袖でもね一応大丈夫です。アームカバーは100均のもので十分ですけど、いいものが使いたい方はパルサーのものがおすすめです。こんな感じで縫い目がおそらく熱圧着で処理されてて非常にねシームレスになっているので、つけ心地がねめちゃくちゃいいです。皆さんが持っていそうなもので例えるとユニクロのシームレスボクサーブリーフです。これを腕につけると思ってください。うん、いい感じです。冗談に聞こえたかもしれませんが、実際ね生地感もかなり似てて、映像越しで伝わるかはわからないんですけど、このね生地の処理の仕方も非常に似てますね。おそらく両方とも熱圧着だと思います。で、5つ目は布製のマウスパッドを漁る楽しさが味わえないということですね。私はスカイパッドを買うまで1年間で20枚ほどマウスパッドを買い漁ってましたが、もちろん多くの人はねこんなに買い集めたりはしないでしょうが、私はマウスパッドをいろいろ試すのが好きで集めていました。しかしスカイパッドを使い始めてからね、全くマウスパッド買わなくなりました。なぜなら買ったところでマウスを動かす時のね初動の重さがねどうしても気になってしまって、結局使わないのが分かりきってしまったからです。6つ目は多くの人がガラスパッドに感じている敷居の高さの原因になっているであろう価格です。布製のマウスパッドはだいたい3500円から5000円程度なのに対して、ガラスパッドは安いものでもまあだいたい1万3000円くらいからとねかなり高くなってます。私がメインで使用しているこのスカイパッドのね XL サイズに至ってはなんと1万7000円というねとんでもない値段です。どれだけ私にとって素晴らしいものでも、普通の人は自分に合わなかった場合を考えて気軽にはね買えません。ただこのブラックフライデーの今この瞬間だけはこの値段の問題を解決しています。先ほども言った通りスカイパッドの通常の値段は1万7000円程度なのに対して、今はなんと 50% オフの8200円で買えます。これね一番大きいサイズ XL です。もっと小さいサイズならそれだけ安くなるんですけど、ガラスパッドを買うのであれば私はできるだけ大きいサイズをお勧めします。なぜなら感度はゲームやその時の自分の流行りすたりで変えたりするものだと思うので、ロー戦士にしたくなった時に後悔しないためです。ガラスパッドは布と違って買い替える理由もないし、気軽に買い替えられる値段ではないです。なので一度きりの買い物と思い、思い切って大きいものを買いましょう。もちろんデスクに乗る範囲でね。ここからは皆さんがガラスパッドに対して抱いていそうな不安や勘違いしていそうなことを話していきます。まずガラスパッドは滑りすぎてしまうんじゃないかっていうことですね。これに関して実際はね多くの人が思っているよりも滑らないという回答になると思います。もちろんほとんどの布製のマウスパッドと比べたらよく滑りはしますが、決して一番滑りのいいマウスパッドということではないです。布製のマウスパッドにガラスコーティングを施したものや樹脂製のハードパッドの方が滑ります。当然ガラスパッドでビタビタのこういうフリックエイムは難しいんですけど、トラッキング主体のゲームであれば全く問題にならないぐらいの止め性のはあります。でゲームでイラついた時ダイパンできないんじゃないのかっていうね不安もあると思います。スカイパッド公式はできると言ってました。なので今から殴りたいと思います。あーいあーちハートメイク、このようにね問題はなさそうです。せっかく買っても合わなかったらお金が無駄になりそうだなっていう人もいると思うんですけど、メインのパッドとしては使えなかったとしても練習用として使えばねいいと思います。どういうことかっていうと、ガラスパッドをうまく使うには適度にね力を抜いて止めるときだけ力を入れるっていうことをちゃんとできないと視点がね暴れてしまうので、自然とこの能力が身につくと私は思います。これは布のマウスパッドであれ必要な技術ではありますが、ガラスパッドではより顕著にこの技術を要求されるので必ずね身につくと思います。まあ悟空が重力を増やしてトレーニングしていたようなものだと思ってください。なのでより良いマウス移動の技術を練習するためのものとポジティブに捉えましょう。こういうレビュー動画でこれを言うのは邪道な気もしますが、現代人の生活としては無視できないところなので触れます。それでもちょっとって人は合わなかった場合はメルカリで売ればいいと思います。ガラスパッドはねどれだけ使っても基本的に新品と大差がないので、リセールバリューが非常に高いです。スカイパッドであれば通常のモデルの XL サイズで8000円から1万円ぐらいで売買されているので、合わなかった場合に売ることをね視野に入れるのであればかなり試しやすいと思います。ここまでいろいろ話してきましたが、振り返ると項目としてはねメリットの数よりデメリットの数の方が多くなっていましたが、
移住としてはね、メリットがデメリットをね、はるかに上回っていると個人的にはね思います。ガラスパッドは私にとって本当に素晴らしいものでしたが、決して勘違いしないでほしいのは、完璧なマウスパッドではないということですね。そして完璧なマウスパッドはこの世に存在しないということです。よく滑れば止め性能は落ちるし、止め性能が高ければ滑りにくくなるのです。これは物理的にトレードオフであるわけで、結局は自分で遊ぶゲームや使い方、求めるものをきちんと理解していないと落胆につながります。私がガラスパッドをお勧めする人は、トラッキング主体のゲームをプレイする、湿気や摩耗に左右されない一定の操作感、雑に扱っても汚れないマウスパッド、物持ちよく使い続けたい人、人とは違うデバイスで気持ちよくなりたい人、この特徴に当てはまる人です。特に最後の人は、ギターだったらストラトよりジャズマスター、財布だったらハイブランドじゃなく所作、iPhone より Android、そういう人におすすめです。本当に今、スカイパッドがめちゃめちゃ安くなってるんで、概要欄の方にね、リンクを貼っておくんで、ぜひそっちから飛んで買ってみてください。まあ見るだけでも全然 OK。本当にね、今ブラックフライデーでめちゃめちゃ安くなってるんで、ぜひ欲しかった人、気になってた人はね、これを機に買ってみるのはいいんじゃないでしょうか。以上、ガラスパッドのすすめ、元いね、スカイパッドのすすめでした。